こんにちは、シーバードです。今回はメタル好き必見の MXR フルボアメタルをご紹介いたします。MXR というとつまみがシンプルというイメージがあるかと思うんですけれども、フェイズ90なんかは一つしかないですし、ディストーションプラスもレベルとゲインのみ。まあ、その MXR の中で結構異色ですよね。これだけつまみがあると。6個のつまみプラス2つのプッシュがございます。見た目はですね、すごい重量感がありそうな感じなんですけれども、実はめっちゃ軽いです。ボスの OD3 が 348g、 MXR フルボアメタルはなんと 233g、 100g 以上も差があります。持った感じもですね、めちゃめちゃ軽いです。しかしながら音は重量感がものすごいです。つまみ見ていきましょう。まず上がボリューム、フリケンシー、ゲイン、そしてボタンが、これノイズゲートで、こちらがスクープですね。そして下の段はロー、ミッド、ハイという風になっておりまして、フリケンシーがついているというところでボスのメタルゾーンにちょっと近いのかなと思いつつもですね、スクープのボタンまでついているので、ロックトロンのランページ風という風な捉え方もできます。ボスのメタルゾーンとロックトロンのランページが組み合わさったようなエフェクターです。そしてもう一つ特徴は LED が非常に鮮やか、綺麗なブルーです。そしてノイズゲートは緑で、スクープが赤という風になっております。では今回はですね、リフをメインにザクザクと刻んでいきたいと思います。